カルチョカターニアはイタリアカターニアを本拠地とするサッカークラブ。2018から19シーズンはセリエ C に所属。US チッタディパレルモとの対戦はシチリアダービーと呼ばれる。過去最高順位は8位。2004年、それまでクラブを所有していたガウッチ系より地元実業家のプルビレンティが買収し、堅実経営を標榜してクラブ躍進が始まる。 2005から06シーズンにセリエ B で2位の成績を収めて昇格条件を満たし1983から84シーズン以来23シーズンぶりにセリエ A 復帰を果たす。2006から07シーズンは開幕から好調であったがカターニアのサッカーボードの制裁措置の影響などで成績が急降下し残留確定は最終節まで持ち越された。 2007年夏には、シルビオ・バルディに監督と契約した。FW ・バブー、FW ・ホルヘマルティネス、GK ・アルバノ・ビサーリなど、主に南米から選手を獲得し、各ポジションの強化に努めた。2007から08シーズンは、得点数がリーグワースト2位の33得点と、得点力不足にあえぎ、2008年4月には、シルビオ・バルディに監督を解任し、 ワルテルゼンが新監督を迎えた。2シーズン連続で残留決定が最終節までもつれ込んだ。2008年夏には DF フアンマヌエル・バルガスをアッコフ・フィオレンティーナに約19億円で売却し、MF ・パブロ・レデス・スマ、FW ・ミケーレ・パオルッチ、MF ・エセキエル・カルボーに FW ・ニコライリカなど積極的な補強を施した。2008からシーズン。 FW ジュゼッペ・マスカーラは、イタリア代表に招集されるまでに成長し、FW 森本隆行は7得点を挙げて、潜在能力の高さを見せた。後半戦に順位を落としたが、過去2シーズンとは違って、残留争いとは無縁で、15位でシーズンを終えた。2009年夏、ワルテル・ゼンガ監督を、ライバルの US チッタディ・パレルモに引き抜かれ、公認に、 セリエ A 初采配のジャンルカー・ツオーリ監督を招聘し、二人のアルゼンチン人、MF、パブロ・バリエントス、GK、マリアーノ・アンデハルなど10名もの新戦力を加えて、若返りを図った。近年は、エセキエル・カルボーニア・パブロ・レデスマなど、アルゼンチン出身の選手を多く獲得している。2013から14シーズンに、リーグ18位に終わりセリエ B に降格した。 さらに、2014から15シーズンは、セリエ B でも苦戦を強いられ、一時は降格権に沈んだが、シーズン終盤に勝ち点を稼いで15位に入り、残留を決めていた。しかし、アントニーのプルビレンティ会長が、5試合の矢尾長に関与したことを認め、最終順位が自動的に再開とされ、レガプロに降格した。2015から16シーズンは、 勝ち点9ポイントを減点された状態からのスタートとなった。2020年7月24日、スポーツインベストメントグループイタリア SPA がクラブの株式の95.4%を取得した。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。